距離やばいなちょっと持ったな。ありがとう。見えてるよ。今日は大
あんたま推しですよねっていうことでちょっと圧をかけとくんですけど、あ、私の自己紹介、はい、7期生紫担当の杏仁です。今日はよろしくお願いします。杏仁で1曲目に披露した曲が乃木坂46さんで3番目の風、2曲目に披露した曲がジュースジュースさんで一人で生きられそうって、そうやってね褒めているのなんですけど、この2曲はユニドル2019年関西フレッシュで披露した 1,2 曲目になります。その時にねありがたいことに準優勝させていただいたりだとか、本当にねありがとう、その思い出の曲を披露させてもらいました。でね、フレッシュ以来早いよ早いよみんな、フレッシュ以来ね踊ったのが初めてなんですよ。だからめちゃめちゃ今日貴重で、もう本当に本当に嬉しいですそれでね、衣装、この衣装知ってますか、知ってるよって人、おちらほらいる、嬉しい。この衣装もそのフレッシュの時のにたまちゃんがね一人一人にねお空の衣装作ってくれたね、すごいね大好きな衣装なんですよ私。でもこれもなんとあれで、フレッシュ以来着てなくて、私はずっとこれが着たいこれが着たいって言ってるのになかなか機会がなくて、やっぱこの同期だけの衣装なんで、やっぱチームでやる時ってあんま着る機会ないので、今日結構いろいろねなんか忘れ物したりとかあるんですけどさっきちょっと結構裏で怒られてましたね、さっきちょっとないわみたいなそういう感じあったりね。今ね BGM に流れてる曲は 3,4 曲目に披露した曲だったり、すごくね私自身もフレッシュな曲をね、その時出たメンバーと踊れて嬉しいです、ね、あ、そういえばなんかコキャンからお知らせありますか。あ、そうですね、皆さん1月31日までに私たちコットンキャンディオンライン物販というものをさせていただいております。サイ&コーちょっとアンニーさんとアリちゃんはちょっといないんですけど、ここの2人チェキと何やっけ生写真とアイコンの生写真とかいろいろ売ってるんで、ぜひ締め切り明日なのでぜひ買ってくださいお願いしま す, お願いします。私たち7期生なんですけど、かわいいかわいい8期生のね初のチェキとかやんな、うん、8期生の初チェキとか初生写真をゲットできるのはこの機会だけなので、ぜひぜひコットンキャンディの応援もこれからよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、なんかさ同期とったらいくらでも MC できるわ一生喋れちゃうな。今日何食べ、なご飯食べてきた、ちょっと食べてきた、あんまりで、なんか口に入れた記憶はあんねんけど、うん、でも多分なんか食べてるけどそんな忘れる大丈夫、はいはいはい、ファミリアのバケツアイスとダブルキャラメルのバケツアイスとホワイトチョコレート食べてきました細かいですね、正式名称がすごい、分かる人は分かるんじゃないですか。たまちゃんのアイスオタクとそのアイス仲間がいますよね何人かね。たまちゃんが食べたものまた食べてください。ふうにも聞いとく、何か食べてきた。今日のお昼は本当は天津飯が食べたかって言ったけど売ってなくて、うん、カツ丼食べてきた。あーバッチリ、もうカツしかないな今日は。何にかすぎ、そうなんですよ、アンニーのあんかけちゃん私が考えて、どうセンスいい、ありがちかなちょっとやっぱ厳しいっすねちょっと厳しいね、もう一回出直していきたいなと思います私は食パンしか食べてないんですけど、また後で誰かアンニー豆腐食べさせてくださいということで、はい、みんな食べた、たまちゃんにもくださいって言ったら全員終わった瞬間、たまちゃんに杏仁豆腐をってみんな言うからね10人分ぐらい届くかもしれないみんなでもうこんなバケットでいくということでね、あと何曲、1,2,3,4曲しかない、もう4曲しかないんか、4曲しかなくて、もう4曲終わったらいつも通りお別れ、私たちはもうはかなく綿飴のように去っていくので4曲しっかり私たちの沼に使ってください。それでは行きましょう、後半戦行きましょう。君が本当の気持ちに気づいてくれるその時まで僕は何もできないんだよ。どんなに好きで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 胸が苦しくても
女子大学コットンキャンディー7期生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。それじゃあ去りましょうか。間違えた。こうやったら長いよ。コットンキャンディーでした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 。ごめん、めっちゃ大事なとこ見てた。